ハロショー名物ポテハロ開封していきたいと思います。わあ、テンション上がりますね。食べたいもうお腹が空いてきますが、さてさて、これは写真がついてるんですよね。2枚入り写真、誰が出るのでしょうか。さあ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 、もうすぐに写真があります。じゃあ私は最初来ないで見る、これがさらさしてますが、いきますよ。じゃん、誰、どう、誰だった、出る、お、カワム。あれ、前も何かでカワム当たってないか、それは多分プライベートかカワムが当たりました。アンジュルムの川村彩乃ちゃんです。2枚入ってるということで、一回ここに置いて開けたいと思います。うん、かわいい、赤い衣装似合いますね。冠つけてます。シャッシャッ、2枚あるけど、あ、そういうこと、2人出るんだ。米村キララちゃんが出ました。かわいい、2人とも美女がいいですね。漏れてます。お茶のまま、米村キララちゃん、アンジュルム川村彩乃ちゃん出ました。カワムとは結構お話ししたりお出かけしたりもしたことがあって、最近も素敵な喫茶店を見つけたので今度行こうねっていうお話をしていて、米村キララちゃんはあんまりお話したことないかな、ちょっとは話したことあるんですけど、まだ詳しく知らなくて、こんなに顔面国宝なのに面白い人っていうのは知ってるので、もっとお話ししてみたいなと思います。ポテチも後でいただいちゃおうかなー。